ファンのミミさん、26歳です自分は会社組織というものに入るのにどうもなれず転職を繰り返していてもう拉致が開かないいのので自営業としてて道を考えていますそこで試してみた職業適正診断では好奇心旺盛論理的な思考で独特の発想力を持つ人学者などが向いてると出て確かにそういうのは得意なのですがそれで飯を食ってきれるのかと不安になります。 これから始めるためには情,緒情報不足なので、これから何をすればよろいのでしょうかというふうに来ました。適正診断なんか当てにならない。26なら諦めるな、うんうん。共感できる。学者は儲からん。そうですね。学者儲からないですね。リクルートに騙されてる。<laughs> まあ、分かりますね。パン屋になろう。<laughs> パンの耳でをかじっとけと。まあ、これはツッコミですね。思い切って海外に行ってみるとかと。と、えー。3年辛抱しろ。安定欲しいなら公務員でもなれ。と。今より儲けたいのか。アマチュアの学者してた。 アアマチュのの学者してたのはもう趣味でやるうことですね。これですね質問を読むとですねあの後半のですね中盤以降ですね職業適性診断では以降はまあ関係ないわけですねこの人なりに会社組織というのに入るのにどうも慣れず転職を繰り返してるとで拉致が開かないで自衛影響としての道を考えてると実はですねこの人の問題というか質問はここで終わりなんですよ。 そこから先に適正診断を受けたんですが、こういう結果でしたというのがあったんですね。もうここら辺の部分は飛ばしていいのでですね。会社組織というものに入るのにどうも慣れず転職を繰り返していると。ちょっとね、自営業というものをですねどう考えるのかっていうのの発想だと思うんですけども、サラリーマン、いわゆる会社勤めと自営業との差というのは何かっていうと、誰からお金もらうかの。 差なんですよね。まあ、大雑把に図解しちゃうとですね。あのまこれがサラリーマンなんですよ。偉い人からお金をもらってで飯や家賃とかお金払うとでこれがサラリーマンです。で、この場合の特徴は偉い人っていうのは特定の人なんですね。特定の組織と言ってもいいんですけど。いつも同じ人からお金をもらって。 それで飯屋や家賃やいろんなものに金を払うというのが、まあこのサラリーマンというものです。で、それに対してですね、自営業というのは何かっていうと、これが自営業ですね。客からお金をもらって、飯屋にお金を払うですね。まあ、本当にここの部分が変わるだけなんです。で。 これあの客ですからですね。客にはいつも気を遣わなきゃいけない。つまり自営業になったらですね、上司とか社長にペコペコせずに済むっていう人間がいるんですけども、あの大間違いでですね、サラリーマン時代は特定の人にあペコペコしてればよかったんですね。 ところが自営業になっちゃうと周りの人全員にペコペコしなきゃいけないのでですね、どちらかっていうと会社組織というものに入るのにどうも慣れずっていう人はですね、自営業にあまり向いてないと思うんですね。っていうのは会社組織の場合は組織の流れを読んでその組織の中で自分が生き方を考えればいいんですけど自営業の場合売り上げもしょっちゅう変わるのでですね、周りの人の流れとか潮目とかを読んでやることを割と変えないといけないので。 まあ理不尽が多いよっていうふうにサラリーマンにはサラリーマンの理不尽があるんですけどその理不尽はほぼ理理由がある理不尽なんですね。なんであいつがあんなに威張ってんだよとか社長というだけであんなこと言いやがってとか何であんなやつが部長になれたんだっていうのは理不尽は理不尽なんですけども論理的な理不尽なんですよ。 ところが自営業をやってるとです、ね、何かひどいクレームをつける客が来たりしてですねどうにも論理理的ない不尽がやってくるのただまあ大きな差はですね固定してない客いろんな人からお金をもらわなきゃいけないのでその分頭を下げなきゃいけないと。なのでどっちかっていうとですね自営業をやれるかどうかっていうのはその人の考え方よりはですね僕は環境に 寄ってくると思うんですよね。これあの別にさっきと同じなんですけども、結局ですね、飯屋とか家賃とかにの固定費ですね。自分の維持費っていうのかな。維持費をどれだけ下げれるのかが、自営業をやるかどうかのポイントだと思うんですよ。誰からお金をもらうにしろ。つまり、自営業にしろ、サラリーマンにしろ。誰かからお金をもらって、それをどっかに支払って生きていくわけですから。このアウトプットですね。支払い金額が少なければ少ないほど。 サラリーマンを辞めて自営業するチャンスが増えると思います。なので、家賃がと少ないところに住んでいるか、もしくは親と一緒に暮らしていて、なんかこうご飯も親が出してくれるというような状態であれば、僕は、あ、それ自営業をやるチャンスだねっていうふうに言います。でも、それが今現に一人暮らししていて、で家賃がそこそこ高い。まあ、東京とかですね、大阪みたいなところに住んでるんだったら、ああ、それはもし今、あのちゃんとした。 え就職先があるんだったらやめない方がいいんじゃないのかなというふうに僕は助言してきですけどね最後まで見てくれてありがとうございますチャンネル登録もよろしくね